やってまいりました、本日のお茶以降も私です。またかって言わないでください。これもちょっとしたお仕事です。よろしくお願いいたします。さて、今週のテーマ早速いきますね。まもなく夏市、気になる商品を教えてくださいが今週のテーマでございました。で、早速いただきましたコメントが、みちみちみみみち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 みどうで何回これ、みちみちみちゃんなのか、みちみちみちいやんなのか、微妙、そこに引っかかっちゃいけないね。キャストの皆さんが一日に必ずしてるルーティンみたいなものがあれば教えていただきたいです。美容、ダイエット、毎日食べてるもの、日課でしてることなど、何でも構いませんので、よろしくお願いいたします。毎日してることですよね。私、毎日してることは、絶対欠かさずやろうと思ったことが、今年の春、ありまして、アマニオイルを飲むことです。ずっと飲んでたんですけど、半年ぐらいもうなんか私この栄養素はいっぱいあるから平気だなと思って半年ぐらい飲まなかったんですね。そしたら春になったら、栄養素が足りないってこういうことなんだっていう経験になってしまい、そこからずっと飲むことに決めました。そこから毎日欠かさないのはアマニオイルを朝4粒飲むことでございます。他にもいろいろやってることはあるんですが、それは絶対欠かしちゃいけないなって私体質的に思ったことでございました。みちみちみもういい、もういいですよね。次、ほい様、良い商品を見つけてしまいました。なんだろう、カインドステップです。今は高いところのものを取ったりするのに普通の脚立を使っていますが、工事現場みたいでなんだか嫌だなと思っていました。これはおしゃれだし座れるし物も置けるなんて最高じゃないですか。購入確定、あとは色で迷っていますって。56ページ、ここか。あー、これこれ、いや、おしゃれだけど素敵だけど、皆さん面白いところにいろいろ置けるそうでございます。なるほど、ほい様ありがとうございました。そして次、ニコちゃん様、大好きな ADMJ は欠かせません。バッグはもちろんですが、小林さんが素敵な方で憧れてます。小林さんのファッションもいつも注目しています。これは48ページ、あ、尾形キャストの一押しじゃありませんか。おがちゃん、ちゃんとお客様見てくださってます。こんな感じだそうでございます。こんな感じ、ありがとうございます。こんな感じ、こんな感じだそうでございます。ありがとうございます。ニコちゃん様お楽しみに。そして次、うさうさ様、夏市に向け在庫確認していたら43ページの焙煎コーヒーがあと1袋と気づき、冊子に折り目をつけました。31日のオリゴ糖と一緒に飲みたいです。43ページ、ここだここだ、あれこっちか、よ、あれちょっと待って、ここで、あった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 、これですね。これ私もね、これ実は買ってます。これね、こういう簡易タイプ の、インスタント系のね、水に溶くタイプのコーヒーの中ではピカイチ美味しいんですよ。で、私すごいコーヒーが大好きなので、ツインバーグのコーヒーメーカーを買って、すっごい美味しく入るんですけどね。で、大好きな豆で入れたらそれが一番美味しいわよ。だけどこういうちょっとそういう風にちゃんと入れられないよねっていう時のこういうインスタント系の簡易の中ではこのコーヒーすごく美味しいと思います。で、特に私はこれに牛乳を入れて低脂肪乳を入れて飲むのがすごく好きで、こういう風にでもいいですし、また先ほどのオリゴ糖シロップを入れてちょっと甘いコーヒーとかね、ミルクなんでアイスコーヒーとかねしていただいても美味しいと思います。うさうささん、私もこれ買ってます。ありがとうございました。そしてイオリ様、5月23日のニプアマニューです。出ました、65ページです。家族4人絶対欠かさずに飲んで毎日飲んでいる唯一のサプリです。80歳を超えた両親も、注文してねと言っております。今回も複数買い決まり。
私あの前回のショップスターバリューの時に1年分買わせていただいたので、私は今回は買いませんですけれども、1年分持ってますので、あの一緒ですね、伊織様ね、欠かせないですよね。そうしてる方も多いかと思います、出てきます夏一。そしてケイティ様、5月21日のオールスターファッションデーで18時ご紹介予定のハローキティ50周年アニバーサリーのルームウェアがとても気になっています。これから暑くなる時期に可愛いキティちゃんのルームウェアで快適に過ごせそう。あのキティちゃんファンの方って一定数必ずいらっしゃいますよね。あの私アメリカの、ハワイ出身のアメリカ の, あの歌手 の, あの男性の歌手がすっごい大好きで、この間コンサート行ったんですけれども、彼とキティちゃんもコラボをしていて、かわいいとかやるんですよ、もうキュンし、私は彼の方にね、でお客様はキティちゃんの方にキュンしなんですね。あのすごいすごい有名な方、もう日本大好きで、あのコンサートにいらっしゃった時はね、結構そこら辺のなんかクラブ行ったりとか、あの渋谷歩いたりとかしてるのを見て、え渋谷うどつこうかなってすごい思ったぐらいでしたけども、この日はキティちゃんとの50周年、そして、次、わがままきママ様、ガイド誌の毎月チェックだらけ、旦那がいつも印をつけてるねと言っています。空港のカゴバッグが気になる、ズボラワンピースこれも買いだねとのことでございました。夏はワンピースはいいですよね。女性にとって夏のワンピースって男性で言うとパンイチで涼しいよなって言ってるのと同じ感覚です。あもう一個いきます、もう一個いきます。はい、スプレ様、チェンジの赤のローションが殿堂入りしているので前もって買えたラッキー、私の定番アイテムです。14日のメリオンのリネンシャツ、去年買ってよかったので、どんなカラーが出てくるのか楽しみにしていますとのことでございました。ありがとうございました、ということで、ここでお知らせです。お知らせというのはですね、実は、全国桜ハンティングというのをずっと行っておりました。さすがにそろそろかなということで、今日をもちましてこれが最終日となりますということで、こちらのコーナーの桜送っていただきました。まず最初の、方、加トちゃん様が札幌の桜をハンティング、とうとう北海道まで来たんで、そろそろもういいかなっていうことで、今日が最終日となります。ありがとうございました、加トちゃん様。札幌は風も強かったので桜の花が絨毯みたい、いいですね。続いてスーママ様が神奈川県横浜市の桜をハンティング、あーここなんだっけ、なんとか丸、昔は運行してたけど反戦でもうここにずっと氷川丸だったっけ、ここ私もね横浜大好きで、あのよくここ行きます。あの来週あたりはね、再来週だったかな、この辺でねビアフェスやるんですよ。あの確か赤レンガ倉庫行きますよ。あの声かけてくださいね。あのなんだったら一杯おごってくれてもいいですよ。私はおごれませんけどね、あのヘベレケになった私が見れるかもしれません。あのもう一個あります、にゃんた様、にゃんた様のにゃんこの写真も送ってくださった方ですよね、埼玉県の桜をハンティング、家の桜が咲きました。家に桜があるなんて素敵、よくねこんな鉢でも育てられるんですね桜ってね。ありがとうございました。少し寂しいですけれども北海道も葉桜になってきたとのことですので、今年の桜ハンティングはこれにて終了とさせていただきます。たくさんの桜のお写真見て、ほらこんなにいっぱいいただきました。あのこの辺の方ちょっと残念っていう感じですけれども、ここまでいただきましたので、ここまでです。幸せピクチャーは引き続き皆様の幸せな瞬間のお写真もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでそろそろお時間も迫ってきましたね。来週のテーマの発表です。来週のテーマはじゃじゃん、今日私これすごい、来週のテーマ楽しいです、ちょっと聞いてよ永井さん尾形さんというのが来週のテーマです。なぜかと言いますと、来週はこれはね尾形ちゃんしょうがないわよ、あの来週はあの夏市がいっぱいあるので、あの実はお茶以降は永井さんと尾形さんしかやりません。なので来週はちょっと聞いてよ永井さん尾形さんでございましたので、続々コメントお待ちしております。それは5月なのにやってきた夏の10日間。